はい、それでは、4番の呼吸ですね。0番の体勢でやっていただくのが大変おすすめでして、このように台の上に足を乗せていただき、股関節や膝が直角ぐらいになると、なお深い呼吸がしやすくなります。まあ、これが外していただいて膝立てでも結構ですし、もうやりやすい体勢でやってください。で、腕の下にこうクッションを置いていただくと、胸とこうお腹に手を当てるときに腕が浮かずに楽にできますので、このようにクッションなり枕なりを入れていただくとよろしいです。でその状態で、胸とお腹にこう手を当てていただきます。で4番の呼吸は A、B、C と分かれてまして、それぞれ A は胸に呼吸を空気を入れるということですね。で B は、お腹に空気を入れる、そして C は胸とお腹両方に一緒に空気を入れるということになります。まずA なんですけれども、胸に置いた手、こちらに意識を移していただいて、これはことさらに空気を大きく吸ったりしっかり吐く必要は全くありませんので、ただただこの胸に置いてある手、この動きを感じていただくということですね。息を吸うと軽く手が上に持ち上がり、息を吐くときに軽く下に下がる、ただこれを感じていただくだけ。これをまあ2分程度、時間はもっと短くても長くても結構ですから、必ずこうじゃなきゃというのはありませんので、一応2分ぐらいを目安にやってみてください。そうしましたら今度は、この胸に置いてある手が多少動くように、ある程度その PS のこう少しこう軽めの方の場合にはちょっとしっかりめに入れていただくといいと思うんですけれども、胸に手が置いてある手が動くように空気を入れていただき、吐くときは、こう脱力ですね。で吸いすぎてやっぱ腰が反るですとか、あるいは背中が反る、あるいは首に力が入りすぎてぐらっと吸うというようなことはなく、あくまでも自然な状態でできるように、ご自身のこう背中や腰が反らないようにちょっと気をつけて吸って、で、はぁと軽く脱力して吐く。これも1分半とか2分程度ですね。でそれが終わりましたら今度 B ですね。 B は今胸に置いてある手に置いてある意識をこのお腹に置いてある手に移していただきます。これも先ほどと同様にことさらにまず吸ったり吐いたりを強くやることはありませんので、ただ意識してみてください。お腹に置いてある手が息を吸うと少し持ち上がり、吐くと少し下がる。これがあまり動かなかったとしても気にすることはありません。ただただ手に意識を移して、ああちょっと動いてるなっていう、そんな程度で結構です。こうでなきゃいけない、ああでなきゃいけないっていうのはありませんので、これをやはり1分半とか2分ぐらいしていただきます。でこれをしていただいたら、先ほどと同じような感じでお腹に置いてある手が少し動くように、ちょっとお腹に空気を入れて、で吐くときは唇を唇をこう少し尖らせるような感じで、遠くのろうそくを消すようなイメージでふーっとちょっと長めに吐いていきます。お腹に空気を入れて吐くときにふーっと吐いていくという感じですね。で唇を尖らして細く長く吐いていくことで呼吸筋のトレーニングになります。お腹にぐーっと力が入りすぎないぐらいでしてくださいね。クラクラするまでは吐かない、吐き切らないようにしてください。でこれをやはり2分程度続けていただくということですね。で C、 これは、胸とお腹両方に空気を入れていただく、これは感じるというよりももう最初からちょっと入れていただくといいと思います。胸とお腹両方空気を入れていただいて、最初はただ脱力して吐くぐらいでいいんですけど、で少し慣れたら吸っていただいてから細く長く吐いていただく感じです。胸とお腹両方膨らんでふーっと細く長くふーっと、はい、胸とお腹で吸っていただいて、でご自身のペースで細く長く、これを繰り返していただく感じですね。でこれもこうでなきゃいけないっていうわけではないんですけど、
胸とねお腹がこう一緒に膨らんでくるといいなぐらいにこう思っていただくといいかなと思います。両方同時にこういくっていうのがまあ一番こう呼吸としては望ましいんですけれども、あんまりそうしなきゃって思うともうガチガチに緊張してしまうと思いますので、頭の隅に止めていただくぐらいで結構です。胸とお腹同時に吸って細く長くふーっと唇を尖らすような感じ、遠くのろうそくを消すようなイメージでふーっと吐いていく。これを1分半とか2分程度続けていただきます。